1933年1月30日のヒトラー、内閣の閣僚。前列左からゲーリング無認書大臣、ヒトラー首相、パーペン副首相。後列左から、クロージク財務大臣、フリック内務大臣、ブロンベルク国防大臣、フューゲンベルク経済、農業食料大臣、ヒトラー内閣は、アドルフ・ヒトラーを首相とするドイツの内閣。 1933年1月30日に成立し、1945年4月30日のアドルフ・ヒトラーの島で存続した。いわゆるバイマル共和制の幕引きとナチスドイツ時代をもたらした。ドイツ国大統領パウル・フォン・ヒンデンブルクは1933年1月30日、ヒトラーをバイマル憲法下における11人目の首相に任命した。 バイマル憲法の規定によって成立した20番目の内閣であり、最後の内閣となった。この発足時点のヒトラー内閣は、国家社会主義ドイツ労働者等々保守派、貴族の連立内閣であった。ナチ党から入閣したのは、首相、ヒトラー、内務大臣、ビルヘルム・フリック、無人諸大臣ヘルマン・ゲーリングの3人のみであり、姿勢一般に対して、副首相、 フランツフォン・パーペンの承認がなければ大統領はこれを、最化しないとの条件が付されていた。パーペンは、我々は彼を雇ったのさ、私はヒンデンブルクに信頼されている。二ヶ月もしないうちにヒトラーは、隅っこの方に追いやられて、キーキー泣いているだろうと語り、内閣の実権を握るつもりでいた。当時の内閣は抗議制であり、首相に突出した実験が与えられていたわけでは、 なかった。さらに、ゲーリングは、閣僚とは言っても、無人諸大臣にしか過ぎなかったし、フリックは、内務大臣とは言っても、全国的な警察の指揮権限を持たないという、弱体ぶりであった。ところが、パーペンは、国の最重要地域であったプロイセン自由州を、掌握して、自分の権力を確立するため、自ら同自由州首相に就任した。しかしこの時に、 ヒトラーはさすがに勘所を外さず、パーペンに要求して、ゲーリングをプロイセン自由州内務大臣に就任させることに成功する。プロイセン自由州内務省は、同州の警察を所管していたから、中央政府においては無認書大臣に過ぎなかった、ゲーリングが国土面積の過半数を占めるプロイセン自由州と、首都に及ぶ警察組織の指揮権を手に入れたのである。 ゲーリングはこの権限を行使してプロイセン、自由州警察の首脳部をナチ党員にすぎ替え、権力基盤を確固たるものとしていった。さらにヒトラーは即座に国会を解散し、2月の国会議事堂、放火事件後の大統領令による野党の弾圧、3月の総選挙後の全権委任法成立等を通じて、次第に独裁権力を掌握し、4月頃には、 内閣の中で指導者の権威が完全に確立されるに至った。もはや評決が行われることはない。指導者が決定を下すのだ。とゲッペルスが日記に記すほどになった。以降、日立党員の閣僚は辞職するか実験を失ったし、閣議すら開かれることがめっきりなくなっていった。例えば、ルートビッシュベリン・フォン・クロージクは1933年から1945年まで。 財務大臣を務めたが、最後にヒトラーと面会したのは1942年であった。副首相パーペンもヒトラーの巧妙な権力掌握に話すすべもなく、1934年6月30日の長いナイフの夜事件によって事実上失脚し、同年8月7日には副首相の辞任に追い込まれた。一方では、1933年3月にゲッペルスが、 国民啓蒙、を宣伝大臣として入閣したことを皮切りとして、閣僚はヒトラーに、忠実なナチ党員やヒトラーの信任を得た人物に入れ替えられていった。ナチ党の権力掌握を通じて、ナチ党とドイツ国家の一体化が進められた。その結果、ナチ党の有力者で内閣の大臣を兼ねた者は、強大な政治的権限を振るった。中には、 ナチ党組織を権力基盤としつつ、類似分野を担当する政府機関と権力闘争を繰り広げ、ついには後者を圧倒して閣僚職を手中に収めた者もいる。一方、閣僚であっても、ナチ党に基盤を持たない者は政治的実権を持たず、その大臣号も名誉職や事務担当者に過ぎない者となった。ただし、ナチ党に格好たる基盤を持たない者であっても、 最高指導者、ヒトラーの信頼を受けてさえいれば、その度合いに比例して強大な権力を振るうことができた。ナチ党の幹部ではあっても、ヒトラーからの信任が薄いものは、閣僚としての権限は十分ではなかった。常実の大臣は、ライヒスミニスターと呼ばれる上級の大臣職であった。ドイツ政府にはこの他に、イギリスの閣外大臣に相当する会の大臣職が存在し、 下厚ミニスターと呼ばれていた。この地位にあったことが確認されるのは下記の2名である。ただし彼らは下厚ミニスターイム・ラン・アイネス・ライヒスミニスターズつまり閣僚大イの国務大臣と位置づけられていた。1945年、ヒトラーは自殺に先立って遺書をしたため、自らの後継者としてデーニッツ海軍元水を大統領に任命すると共に デーニッツが率いるべき新政府の閣僚をすべて指名した。ただし、こうした内容を盛り込んだヒトラーの遺書は3通作られて、相当近後から外部に送られたものの、いずれも遺送中に隠匿されてしまい、全文が知られるには、終戦後の調査を待たなければならなかった。したがって、この遺書の中で当時に公表され、一応は任命が発行したと言えるのは、 ベルリンの総統官邸地下号にいたゲッペルスとナチ党、官房長、マルティン・ボルマンがデイニッツに、連邦で知らせた部分、すなわち大統領、デーニッツ、首相、ゲッペルス、ナチ党担当大臣ボルマン、外務大臣在水コールインクバルトの4名だけで、あった。さらに、大統領となったデイニッツは、ヒトラーの遺言による、閣僚使命を目殺し、自らの内閣として、 フレンスブルク政府を組織した内は任命当時の職。ありがとうございます。